赤色で示したのがウェッジ。ウェッジ、またはデラウェアウェッジはアメリカ合衆国のデラウェア州、メリーランド州、ペンシルベニア州の3つの宗教が集まる場所にある約2.77平方キロメートルの草び型の土地である。この土地がどこの州に属するのかについて1921年まで争われた。現在はデラウェア州に属するものと認識されている。ウェッは 17世紀に宗教が定義された時の測量技術の未熟さによって生み出されたものである。ウェッジの境界の北と西はメイソン・ディクソン線、南東はデラウェア州、ニューキャッスルを中心とする12マイル円によって構成されている。ウェッジの所有権をペンシルベニアに帰属させている1898年の ユスグス地系図1632年の直挙によるメリーランド植民地の成立に際して、その南北の境界は、現在のデルマーバ半島のうち、ワトキンズポイントを通る伊線と北位40度線とされ、これが当時のカルバート家に払い下げられた。この領土には、デラウェア湾港に小さなオランダ人入植地がすでに存在しており、後年にはデラウェア川やデラウェア湾沿いに、 ニュースウェーデン及びその後それを占領して成立したニューネーデルランドと呼ばれたオランダ人入植地が点在するようになった。カルバート家は表向きにはこれら入植地はなくしたいと述べてはいたが、実際には英国王室の外交政策にも考慮する必要があり、この当時はまだ軍隊を差し向けてまでことを荒立てることはしなかった。1664年になり、 当時の英国王チャールズ2世の弟であるヨーク公はこれら他国の植民地間活動局者らを武力で追放したが、この最中に英国王室はニューキャッスル周辺とデラウェア湾北側の領土を分割して新しい植民地を作ることを決定した。1681年にはウィリアムペンに対する直挙によりペンシルバニアが払い下げられた。この直挙では、 デラウェア側の西側でかつ北緯40度線の北側がその範囲とするがニューキャッスルを中心とした12マイルの範囲は除外するものとされた。このことでもわかるように当時のこの一帯の地図は相当いい加減なものでニューキャッスルを中心として12マイルの範囲は北緯40度線の北側に突出していると認識されていた。だが実際のニューキャッスルは 北緯40度線よりおよそ4 0トル南側に位置しており、初めから除外する必要などなかった。ペンケは、その後ヨーク港ジェームズから、現在のデラウェア州に相当する土地も払い下げを受けることができたが、そこを当時彼らは、定地産軍と呼び、明確にペンシルバニアの一部として扱った。ウェッジを構成する測量線の図。ウェッジは、白で表示されている。 半島横断線は表示されておらず、その他の境界は一部のみを表示している。これら三つの植民地の境界線に関しては、その後80年にわたり激しい論争となった。フィラデルフィア及びその周辺地域への植民が行われた後になって、このフィラデルフィアが本当は北緯40度より南に位置していることが明らかになってきたため、ペンケはこの フィラデルフィアの南側部分もペンシルバニアであるとの領土主張を始めた。カルバート家は払い下げられた土地の測量、標識設置を実施しておらず、またこの付近には植民も行っていなかったため、自らの領土であることを確定できなかった。1750年代になって、論争に一つの進歩があった。デラウェアの北西側協会は、入ッする中心の12マイル円。 南側の境界は半島横断線とすることとされ、これはベンケとカルバート家の両方が同意した。合意された境界線とは、下記の点や線を結んだものとされた大西洋から、チェサピーク湾への半島横断線の中点。ノアによれば、半島横断線中点の記念碑は38度 2735.8698N。 75°41‐38.4554W38°27‐36.29213N75°41‐37.18951W の位置にある半島横断線中点を発し12マイル円の円子西側に接する直線この直線はタンジェントラインと呼ばれ形状によって1位に決定される蒸気接点を通る形線で フィラデルフィアの南15マイルを通る遺線に達するノースライン。前述の北緯39度43分線。この遺線は当初の境界線を主張するメリーランドとフィラデルフィアをその領土としたいペンシルバニアの双方による歩み寄りによって決定された。12マイル円がノースラインよりも西にある箇所がある場合、その12マイル円内はデラウェア植民地の一部とする。 メリーランド植民地はこの境界の南及び西となり、ペンの所有地はこの境界の北及び東となる。北緯39度43分線及び上日の2の接線は同時に測量されたもので、メイソン・ディクソン線と呼ばれる。この合意がなされた時、最終的な形が実際にはどうなるのか誰も知らなかった。12マイル円とタンジェントラインとの接点。 およびタンジェントラインの測量が困難なため、天文学者のチャールズ・メイソンと測量士のジェレマヤ・ディクソンが雇われた。この複雑な境界線は、メイソン・ディクソン線として知られるようになった。また、北緯39度43分線、12マイル円、ノースラインの間に小さな設計の土地があることがわかり、ウェッジと呼ばれるようになった。ウェッジの幅はおよそ3、4マイル。 長さはおよそ3マイルである。メリーランド植民地はウェッチがメイソン・ディクソン線よりも東側にあるので、その領有を主張していなかった。ペンはペンシルベニアとデラウェアの両方を所有していたので、それらが別々の州になるまでウェッチがどちらに属するかを決定する必要はなかった。アメリカ陸軍測量公兵隊の J.D. グラハム中佐によって行われた1850年の測量、ウェッジを囲む境界線の特徴を表す。メイソンとディクソンは実際にデラウェア川でメリーランドとペンシルバニアの境界を調査し始め、北緯39度43分線と川との交差地点を決定した。この地点は12マイル円の内側にあるが、 ペンシルベニア州の西側の境界はその地点よりも軽度でごど西側であり、メイソンとディクソンはメリーランド州のペンシルベニア州の西側の境界を図ることになっていた。単純な気化学では、ウェッチはデラウェア州の一部とした方が論理的に適合し、デラウェア州はこの地域の管轄権を行使してきた。1849年、アメリカ陸軍測量公兵隊の J.D. グラハム中佐は、メリーランド州の北東の角と12マイル円を最測量した。この測量により、ペンシルベニア州はこの問題の存在を思い出し、彼らはサイドッジの領有を主張した。デラウェア州は、その主張を無視した。1892年、米国沿岸測地局の W.C. ホジキンズは、メリーランドペンシルバニア州境の東側について、記録した。 トップオブザウェッジラインを作成した。1921年、両州の境会はトップオブザウェッジラインに記載された境界線に定まり、ウェッジの所有権は完全にデラウェア州に与えられた。ありがとうございます。